お笑い芸人でタレントの花輪さんが新型コロナウイルスに感染していることを事務所が発表しました。花輪さんの所属事務所のコメントです。この度、当社所属芸人の花輪が新型コロナウイルスに感染していることが7月16日に確認されました。 当社の花輪担当マネージャーの新型コロナウイルスの感染が判明したため直ちに花輪本人に検査を受けさせたところ感染しているとの診断結果を受けました花輪本人の症状は全く出ておらず現在は平熱を保ち体調を崩すなどの症状もありませんが保健所と専門家の皆様の指示に従い療養に努めております引き続き、続専門家チーム・ 行政機関の指導のもと、所属者、スタッフ、関係各位の皆様への感染防止を最優先に、新型コロナウイルス感染予防拡大防止を実施してまいります。ファンの皆様、関係者各位の皆様には、大変なご心配とご迷惑をおかけし、心よりお詫び申し上げます。所属事務所からのコメントを発表しました。